はい。ダートバイクライダー赤 JJ1IZW です。えっ、ー、と、TG40 のあ、ま、続き、改造のところの紹介の、また一部なんですけども、この動画で紹介したいと思います。えー、まずですね、やりたかったことは、10W 化のところで、まあ、あのー、リニアアンプというか、まあ、パワーアンプですね。パワーアンプをつけようと。 さらに、外付けではなくて、まあ、外付けっぽいんだけども、後付けですかね。後付けで、ケースの中に収めるというようなことをしたいと思っています。それで、まあ、あの、いわゆる、まあ、キットみたいのが世の中たくさんあるんですが、今回、まあ、いろいろと試してみました。 で、まあ、例えば QRP、海外からこんなリニアアンプのキット、なんていうのも取り寄せたりもしたんですけど、ちょっとサイズ的に大きくてやりづらいというのがあって、まあ、過去に KX1 用に作ったリニアアンプがあります。それは、あの、キダ電子さんというところがありまして、 そこから HF のリニアアンプというものがあります。まあそれを流用してケースの中に入れてやってみようかと。で、そのキダ電子さんのリニアアンプは、えー、送信受信の切り替えはリレーでやっています。なので、まあ、リレーを駆動しないと送信受信の切り替えができないということになります。で、 えっと、TG40 はよくできていて、あの、フルブレークインなんですよね。あの、特にリレーも使わないで、送信受信が、えー、なん,んですかね、あの、半導体で行われているというようなイメージでいいんでしょうか。メカニカルリレーは使ってない。えー、ですと、そのまんまリニアをつないでしまうとですね、えー、別に使えなくはないんだけども、 あの、リレーのバタつきが起こりますね。送信受信が頻繁に起こってしまう。えー、要は、えー、CW ですから、とつーって打って、えー、例えばこれは A なんですけども、ととつーの間に間があるわけですよね。ちょっとした間が。このちょっとした間が、間にリレーが、 オフしちゃうんですよねなので、符、え、号、ー、を打ってる間、まだ、えー、端点と頂点の間で、えー、リレーがオフしちゃうというようなことが起きて、まあ、リニアアンプをつないだときには、えー、どちらかというとフルブレークイン、あのー、リレーを使っているんで、フルブレークインよりセミブレークインという、えー、言葉があるんですけども、 どんなことかっていうとですね、セミブレイクインというのは、えっ、ー、と、送信から受信に移る間に若干の遅延回路を設けます、えー。そうすると、例えば、トツーって打って、トとツーの間の間,間が受信には移らずに、えー、そのまんま送信状態を続けているというような状態を作ると。これを、 まあ、オフディレイとか、まあ、よく言いますが、遅延回路を作ってセミブレークインにしてリニアを駆動させたいということになってきます。で、その遅延のさせ方をどうするかということを、このビデオでは紹介していきたいと思っています。それと、もう一つは、t 時4 0から リニアの受信と送信の信号をどこから取り出すかというようなところもこのビデオで紹介します。では、まず動画として作りましたので見てください。 これはディレイ回路のみです。今赤 LED がついているのが受信状態、えー。送信にすると緑色の LED がつくように今 <coughs> 配作してあります。で仮にこれは今入出力用のオンオフスイッチをつけてますけども今、まあ、受信状態ですと。で送信にすると送信 青い LED がついてる。で、これから、今から話します。ディレイ回、ディレイ、あの、遅延回路ですね。DELAY。ディレイ回路なので、えー、約1秒弱ぐらいで、えー、受信にも復帰すると思います。話します。こんな感じかな。このぐらい。 ちょっと今容量が足んないかもしれない。もう、もう1秒ぐらい欲しいんですよね。今1秒ないかな。今、ここのコンデンサー22マイクロファラット使ってます。えー、ちょっと47ぐらいに上げてみようかと思います。こいつが、えー、っと、このコンデンサーの容量を上げるに従って、 でえー、ディデイですすねあの遅延時間が増えます今このコンデンサーを22マイクロファラットから47マイクロファラッドに上げましたで今、えー、受信状態かなこの LED 赤色 LED が光ってると思うんですけどこれを今ちょっと5ト加えて送信状態にします こんな状態で今、送信状態で離します。うん。1秒ぐらいの遅延がありますね。やっぱこの47マイクロファラットぐらいがいいかもしれない。うん。まあ、ここは、あの、この抵抗、可変抵抗を使ってるんで、可変抵抗回しても変えられるんですけど、まあ、大きく変えたい場合は、こっちの容量を変えちゃった方が早いかもしれない。 今受信状態です電検をします。 はい。いかがでしたでしょうかねだいたいわかりましたでしょうかえー、と、まあ、これが、いわゆるオフディレイ。えー、オンからオフになった時の遅延回路の、お、まあ、リニアを駆動させるための、まあ、実験です。で、まあ、ほぼこれでうまくいくと思ってるんですが、実際に電波を出すとちょっとどうなるかまだ、 やってないんでわからないんですが、まあ、ほぼほぼうまくいくだろうと踏んでます。というところです。えー、っと、そして、今、あの、北電車さんもですね、リニアアンプを注文して待ってるんですが、まだちょっと届かない感じなので、もう少し時間がかかると思います。その間に、えーと、 キーヤーですね。あの、2チャンネルぐらいのメモリーキーヤーと、それと、AF アンプをつけて、えと、外部スピーカー化ということも、その間に進めていこうかと思っています。まあ、あの、徐々にやっていきますので、期待して見て、待っていてください。 というところで、またお会いしましょう。ダートバイクライダー赤 JJ1IZW でした。